こんにちは、整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は床置きのものがあふれたお宅のお部屋丸ごとビフォーアフター事例についてご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回お片付けをさせていただいたのは 1K のアパートに一人暮らしをされているお客様です。こちらのお部屋の作り付け収納は洋室のクローゼット1箇所のみ、そのため入りきらないものが床などにあふれて散らかってしまうことにお悩みでした。また小物類は家具を置いて収納されていましたが、こちらも入りきらないものが床にあふれがちな状態でした。ただ事前にお話を伺ったご様子ではかなり不要なものもありそうとのことでした。まずこちらはテレビ台右側のオープンラックです。玄関から部屋に入ってすぐの便利な場所にありましたが、物が溢れてしまってせっかくの収納があまり活かせていない状態でした。棚の前にはいろいろなものが床置きで溢れてしまっています。床が塞がれているため棚のものも出しづらそうでしたが、置いてあるものをよく見てみると使っていないものもかなりありそうでした。こちらはオープン棚の上段です。一番上にはマスクが置かれていますが、このピンクのマスクケースは実は壊れていて使えないそう。またその下にはアルバムなど使用頻度が低めのものが置かれています。こちらは下2段です。ここには書類やお菓子などが置かれていましたが、中には空き箱もあったり、ちょっとした隙間に温熱グッズがちょい置きされてしまっていたりと、こちらもあまり空間が有効に使えていないご様子でした。そしてこちらはテレビ台左側の棚です。ここには主に本や小物類が収納されていましたが、こちらも細かくよく見てみるとまだ改善の余地がありそうでした。こちらは上2段のスペースです。ここには主に本を収納されていましたが、よく見てみると本の前に小物が置かれていたり、あまり使わないポップコーンバケットや年賀状が入ったボックスなどが場所を取っていてもったいない状態になっていました。そして上から3、4段目は細かく分かれた引き出しがついていましたが、こちらも中を見てみると見直せそうなポイントがありました。こちらは4分割された引き出しの中身です。ここには救急用品や文具などが収納されていましたが、救急用品はここに収まらずに溢れているものもあったりと、入れたいものの量と収納が若干合っていないご様子でした。こちらは上下2つに分かれた引き出しです。お客様は可愛い文具を集めるのは趣味とのことで、ここ以外にもかなりあちこちに分散して様々な種類の文具がありました。こちらの浅い引き出しもその一部、ここにはメッセージカードやレターセットなどが入っていましたが、かなり量があったためここ以外にも溢れている状況でした。またこちらはコの字ラックで区切られたスペースに置かれたバスケットです。ここも役割が不明確で、いろんなものがなんとなく収納されていました。こちらは大容量のラタンのバスケットです。ここには主に掃除用品が収納されていましたが、中身をよく見ると金槌や空きボックスも隙間に詰め込まれている状態でした。またこちらの収納の前にも収まりきらないものが床置きになっていました。これらのあふれた小物類について量を減らしつつ、どうやってお手持ちの収納家具に収めていくかというのが大きな課題となっていました。続いて唯一の作り付け収納であるクローゼットです。こちらのクローゼットの上段のスペースにはもともと来客用の布団を収納されていました。ですがコロナ禍で家に人が泊まりに来る機会も減ったため、事前コンサルティング終了後にご実家にお布団を移動した結果、上段はスペースを空けることができました。ですが実はクローゼットには普段着ている服は入っていないそう。普段着は洗面所に置かれた衣装ケースに入っているとのことで、もともとはベッド下の引き出しに入っていたものがベッドの買い替えで収納スペースが減ってしまい、やむなくこちらに移動したとのことです。こちらがその普段着ている服で、衣装ケースの下2段分に収納されています。中身もスカートやニットなどハンガー掛けの方が向いている洋服が大半でした。衣装ケースがあると洗面所も狭くなってしまうため、こちらもできればクローゼットに全て収めて衣装ケースは撤去したいとご希望でした。こちらはクローゼットの右中段です。使いやすそうな高さにもかかわらず、今ここにかかっているのは季節外の服ばかりだそう。またすでに着ていない服もかなりあるとのことで、見直したら相当減らせそうでした。さらに問題が大きそうだったのがクローゼットの右側下段です。ここにはいろいろなものが無造作に詰め込まれていて、どこに何があるのかよくわからない状態になってしまっていました。その手前にも床置きのものがかなり溢れてしまっていて、扉も閉められない状態に。
こちらは洋服以外のものもあり、ごちゃっとした状態になってしまっていました。ちなみに右側下段には衣装ケースが3つ積まれていましたが、中身を見直すとこちらも改善の余地がありそうでした。一番上の段はハンカチやティッシュ、手袋などの小物が入っていて一見問題なさそうでしたが、実は一番よく使うのはソファーの上にちょい置きされたタオルハンカチだそう。これもベッドの買い替えで置き場所がなくなってしまい、ここに置かれていたとのことでした。またお仕事用のバッグも置き場所がなくてベッド横に床置きされてしまっていました。こちらは衣装ケースの2段目です。ここにはラッピング用の袋などがなんとなく収納されていて、クローゼットじゃなくても良さそうなものが多く、もったいない状態でした。こちらは衣装ケース3段目です。ここにもいろんなものが詰め込まれ、お客様自身も何が入っているかよく把握できていないとのこと。せっかくの限られたスペースにもかかわらず、うまく活用できていませんでした。こちらは左側上段です。ここにも冠婚葬祭用の小物や家電などいろんなものが詰め込まれているようでした。そしてこちらはその下の段です。ここには丈の長いコートやワンピース、冠婚葬祭用の服などがかかっており、こちらもパッと見問題なさそうでしたが、見直したら減らせる服もいくつかありそうとのことでした。さらにお客様はバッグやポーチ類を集めるのがお好きだそうで、ベッド下の引き出しにもたくさん詰め込まれていました。ただこれももう少し減らしたいとおっしゃっていたため、こちらも一緒に整理することにしました。このように限られたスペースに収まらないものが多数床置きになってしまっている状態を踏まえ、使っていないものを減らし、クローゼットや収納家具に物がすべて収まる状態を目指して作業をスタートしました。まず最初に作業したのはクローゼットです。クローゼットの中身を全部出し、洗面所にあった服もお部屋に移動して一緒に選別していきます。洋服は優先順位の高いオンシーズン服から順に選別していただき、私の方でハンガー掛けしながら収納していきました。ハンガーも種類がバラバラだったので、できるだけお手持ちのハンガーの中で統一感が出るように同じ種類のものを優先的に使って収納していきました。そしてオンシーズン服に続いてオフシーズン服やこれから出番の来るアウター類などを収納していきました。もともと溢れるほどあった洋服でしたが、見直していただいたら相当数が減り、クローゼットに問題なく収まるくらいの量になりました。そして洋服が終わったら今度はバッグの選別をしていきます。使用頻度が高めのバッグは左側上のスペースに収め、使用頻度の低いバッグは最上段のスペースに配置していきました。そして小さいポーチやエコバッグ類も選別していきます。クローゼットの右側下段にあった衣装ケースの一つを使って優先度が高いものから収納し、残ったものでまだ処分しないものは大きめの袋にまとめてクローゼット最上段に収めました。今回お客様がかなり思い切って物を処分してくださったため、午前中だけでもかなりの量の不要品が出ました。この勢いで午後は小物の方も整理していきます。小物も同じように床置きのものや棚に収納されたものを全部出ししながら整理していきます。今回かなり様々なカテゴリのものが混在している状態でしたので、分類用のカードを使いながらカテゴリ別に分類していきました。分類した中で特に量が多くて苦労したのが文具です。こちらはお客様の趣味でもあって増えやすい傾向があったため、カテゴリ別に引き出しにまとめてそれぞれの上限が分かりやすいように収納していきました。そしてもう一つ量が多かったのが思い出のものです。クローゼットのお片付けでベッド下の引き出し1箇所が空いたため、こちらも活用して収めていくことにしました。クローゼットの方でもかなり物を処分されていましたが、午後作業した小物の方も相当不要品を減らしてくださったので、最終的には1日で 12、3 袋ぐらい不要品が出たそう。時間内に整理しきれなかったものも一部あったため、そちらは後日お客様の方で時間を作って整理していただくことになりましたが、そこで出る不要品も含めたらかなりの量のものが減ったのではないかと思います。では早速今回のビフォーアフターをご覧ください。まずはテレビ台の右側のスペースです。物の量がかなり減ってすっきりした印象に大変身しました。特に大きく変わったのが棚の前の床です。床置きのものがすっかりなくなり、お部屋の空間自体もだいぶ広く感じられるようになりました。こちらはオープンラック上段です。左側の棚の上にあったポップコーンバケットをこちらに移動し、棚の一番上の段はマスクや救急用品を置くスペースとして役割を整理しました。
救急用品も今までは左の棚の小さい引き出しでちょっと窮屈そうでしたが、箱2つを使って収めるように収納方法を変えたため出し入れしやすい状態になりました。そしてこちらは棚の下2段です。下から2段目はもともとあったお菓子のカゴの横によく飲むサプリのカゴや使い切りたい癒しグッズなどを収納。その下の段には掃除グッズの入ったカゴや使用頻度を上げたい美容グッズをボックスにまとめて収納しました。続いてはテレビ台の左側の棚です。こちらの床空きのものがなくなり、かなりすっきりした印象になりました。上2段はこれまで同様に本の収納スペースにしていますが、ポップコーンバケットと年賀状を置いていたスペースも本の収納スペースとして確保したので、その分収納できる量が増えてすっきり収めることができました。そしてこちらは真ん中の2段です。こちらは量が多かった文具を下から2段目に集約して、どこに何があるか分かりやすい収納を意識しています。こちらは上下2段になっている引き出しです。ここには文具の中でも少しかさばるノートやカード類、レターセットなどを収納しています。こちらは4分割の引き出しです。左側にはマスキングテープ、右側にはシール類が入っています。特にマスキングテープは量が多く、いろいろな箱などに分散して収納されていたのですが、配置を見直したことでこの引き出し1箇所にまとめることができました。そしてこちらはその下の引き出しです。左にはペンとスタンプ類、そして右側はその他のコレクション系以外の文具をまとめています。こちらはコの字ラックで仕切られた箇所のバスケットです。上段には裁縫道具と工具、下段にはケーブルなどガジェット類が収納されています。ガジェット類は時間をとって見直したらもう少し量が減りそうとのことでした。そして一番下の段には書類をまとめて収納しています。書類も整理に時間がかかるため一旦紙袋にまとめていますが、こちらもお客様の方で後日見直されたらもう少し量が減りそうでした。そして思い出のアルバムなどはベッド下の引き出しに収納しました。深さのある大容量の引き出しでしたので、かなりたっぷり収納できました。続いてはクローゼット全体のビフォーアフターです。あちこちに物が詰め込まれて使いづらそうだったクローゼットがコーディネートしやすいすっきりした印象に変わりました。特にカオス状態だった右側下段もかなり物が減ってすっきり、床置きになっていた仕事用バッグも衣装ケースの上に定位置を作ることができました。物をかなり処分していただいたため、クローゼット前の床置きの物もすっかりなくなりました。これでクローゼットの扉も楽に開け閉めできます。こちらは右側上段です。ここにはトップスや丈の短いアウター、スカート類がかかっています。あまりかけすぎると出し入れがしづらくなってしまうため、パンツと季節外のトップスは下のバーの方にかけて分散させました。ハンカチ類が入っていた衣装ケース上段は、スペースを空けて普段よく使うタオルハンカチを収納できました。これでソファーの上にちょい置きをしなくても大丈夫ですね。梱包用品などがなんとなく入っていた衣装ケース2段目は小さめのバッグやポーチを収納するスペースにしました。これでバッグ類はすべてクローゼットに集約することができました。衣装ケース3段目はオフシーズンのワンピースや普段使わないエプロンなどを収納するスペースにしました。洋服もかなり減ったため、こちらもまだスペースに余裕がありそうでした。そして左側上段には2軍のバッグを収納。最上段よりは手が届きやすい高さなので、2軍のバッグでもストレスなく出し入れができると思います。左側下段はそれほど大きくは変わっていませんが、丈の長い服もいくつか減らされていたため、作業前よりは少しすっきりした印象になりました。そして最上段には3軍のバッグやポーチ、冠婚葬祭用の小物やバッグ、登山グッズ、季節外の毛布を収納しました。いずれも使用頻度が低いものなので、最上段でも問題なく使えると思います。クローゼットに洋服が収まったことで
洗面所の衣装ケースも撤去できて、だいぶ広く感じられるようになりました。洋服以外に衣装ケースに入っていたものも右側の白い家具に移動したため、奥収納家具を一つに絞ることができました。では今回のお片付けのポイントについてもご紹介します。今回の一つ目のポイントは、残すものと減らすもののメリハリをつけるということです。今回かなり趣味で集めているという可愛い文具をたくさんお持ちでしたが、それはご本人が大切にされているご様子でしたので、基本的には処分することなくそのまま収納しました。一方、洋服やその他の雑貨などほとんど使っておらず、減らせるものもたくさんあったため、それは思い切って処分していただきました。すべてを一律で減らすのではなく、優先度をつけて見直すことで、大事なものは捨てずに残すことができました。そしてもう一つのポイントは、増えがちなものの上限を決めるということです。今回のお宅のようにスペースが限られるお住まいの場合、趣味のものがどんどん増えてしまうと、結局また物が溢れてしまいます。そのため、文具やポーチなどの増えがちなものはスペースを決めて、そこに入る範囲を上限にしました。こうすることで、増えがちなものも持てる量が見える化できて、増えすぎ防止につなげられます。では最後に、お客様からいただいたご感想を紹介します。今回七尾さんにお願いするにあたり、まずはクローゼット、そしてできればテレビ横の小さいシェルフと思っていましたが、結局ほぼ部屋全体を一緒に整理していただき、本当にありがたく、そしてそのスピード感に驚きました。なぜなら、物が多すぎて全体は手をつけられないと思っていたからです。案の定、午前はクローゼット、午後はシェルフと床置きを部屋にすべて並べたときに、多すぎる物の量に愕然としました。おそらく一人だったら途方に暮れて、片付くまでに何日もかかったと思います。片付けの最中も、私は一つ手にとっては悩みを繰り返していましたが、その間、七尾さんが数個のものをテキパキと分類されていて、やはり瞬時の判断力がプロなのだとひたすら感心していました。あと少し驚いたのは、捨てるか残すかは全て自分で判断することでした。私の部屋なので考えてみれば当然なのですが、これまだいりますかなど、捨てることを勧められるのではないかと少し心配していました。でもとりあえずお気に入りのものは全て収納することができました。多少積み残し、後に自分で分類するものが出たとはいえ、ほとんどが収納スペースに収まり、部屋も広く掃除がしやすくなったのがとても嬉しいです。綺麗に整頓された部屋で過ごしていると気の持ち方も変わってくるので、これからの過ごし方も変わりそうです。文具やポーチなどはまだまだ所有量が多いですが、少しずつ見直しながらお気に入りのものに囲まれる暮らしをしていきたいです。本当にありがとうございました。すっきり片付いたお部屋で気分も良くなって、これからの暮らしが快適になるといいですね。いかがでしたか？限られたスペースも物を見直すことでかなりすっきりしましたね。最後に、この動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。